今なんとであればやっぱり闇店が本当ですよ。こちら今回のハイファイドラは6万となっておりますが、今曲のテーマなどは、お聞かせください。パッとしません。パッとしません。パッとしません、うん、だけど手なり、手なりですよね。手なりです、はい、あとは、その次第と、うん、でも多分最終的には何か俺に向かうような気がしますけどね。ああなるほど。ちょっと上がりは難しいんじゃないかと。そうですね。まあ、伸びしろありそうですけどね。バイマンベースの私ですよね。聞いたことあるなそれ。誰かから。それハネマンでしょ。言ってんじゃないか。バイマンベース。驚きましたね。ターちゃんの動向などで気づくことがあったらまたその都度おっしゃっていただければ。そうですね。あのもしちゃんと打ってるとすれば、親と親が早いのかな。親が早いな。ちゃんと打ってるとすればって面白いですね。ステヘが普通に並んでればという意味でしょうか。さあシャーチャの手順がちゃんとしてればね。シャーチャの大和田プロがこれ白は一泣きですね。なるほど。そして腰のプロも仕掛けていきます。さあ前のプロすみません、ちょっとここで一旦手を止めていただいて、今、大和田プロが白を1枚目仕掛け、はい、そして親の腰のプロも今ローピンをポンしたわけなんですが、はいはい、どのように見えてますでしょうか。ね、あのその前からね、40面のチースを切った時点から、はい、私はかなり、抑え気味に打ってます、はい、だから面と膨らましてません、うん。だ最低限のメンツ候補だけの残して、はい、前には向かわない感じですね、うん。でシロポンに対してはこれ分からないです。値段も何も、はい、ただこのローピンポンに関してはかなり、信頼してもいいんじゃないかなと思うところあります。はい、確かこれ9番手出し2枚ですよね、うん。はい、でその上でピンドが668ってあるところでロープインをポンしてダパーピンということであれば、これは悪くていいシャンテン、しかも打点も5% かな。 5% ってことはドラ統一のような思いますけどね、うんうん。ですからまあ今回は無理せず受けにはあります、うん。はい、それともう一点怖いのはこの牌ですよね。トンですか。そう、はい、これがあのどっちに入ってるかってことですよね、うん。でまあ、常識的に考えれば基盤を打っている親の方にはまあこれは大丈夫なはずなんですよ、はい。で白を初段を泣いてるってことはもうファンパイがもう一組入ってる時にはこれは、泣くケースって多いですね、うん。だから多分これとまあ実際は持ってるかどうかは別として僕のジャンプからすれば
これと心中するもしくはこれが切れるときに初めて勝負系になると思いますけど、そこまでもう時間がないでしょう、はい、おそらくと。それとまあローピンポンされてますからね、だからこれは素直にまあ折りに向かって形になると思います。喋、はい、りすぎ。いや大丈夫です、ありがとうございます。いいですよ、喋りたいだけ喋ってください。ポンが切れた。これでトンが打たれたってことで、この白も評価の対象になるっていうのは、あのテンパってる可能性は十分にあるってことですよね。で、私はこのローピンが手の中来ました。ポンカスが、はい、トンが切れるようになって、しかもローピンを積もったという、そうですことですね。で、そこで手出しピンが入りました。はい、これはちょっと難しいですよね。安牌で持っていたのかもしれないですね、うん、私の。となると転牌してる可能性っていうのは、あるとしたら、チュンの暗黒系、はありますよね。まあいろいろ考えてますね。そうですね。だからこの一品ちょっとすごく局面を難しくしてますよね。私の安牌で持ってたのか、例えば白をポンしてる方の、両ピンが早い分だけ一品を打ちやすいと思ったのか。もう一点は、ペイチャがこれ早々に降りちゃってんで、はい、局面がね、すごく分かんない、分かりづらくなってますよね。でもまあ私もここが埋まるようだったら、はい、これ打ちます。うん、あ、もう打ちました。あ、なるほど、今2枚目のミャンソーが、まあ、前のプロから見たら3枚目ですね。うん、ここで迂回します。はい、まあ、あとは徹底的に降りていくんでしょうね。うん、無理せず相撲線は1100オール安牌で持ったところですね。うん、さあここは講師のプロの1000オールの積も上がりという結果となりました。思ったより打点が安かったですね。うん、それと仕掛けが、ポンしてポンシャンテンですね。そうですね、うん、はい、うん、ドラの6万のくっつきのいいシャンテンでしたね、はい、そうですね、っていうことですね、うん、はい、でちょっとね、不安定って言えば不安定かなっていう気がしますけどね。まあ3ピンポンできれば、まあ、ウーアンローアンになるんでしょうけどね、はい、まあ感想はそんなところかな。はい、ありがとうございます。それでは次局行ってみたいと思います。だ、ま、毎局何らかしかのテーマがある、持ってやってるわけじゃないですか。はい、シャーチャの大和田さんがどういうテーマを持って、今局をやってたかっていうのはちょっとよく分かんなかったですね。実際手が開くことないですから、そうですね、上がらない限り、勉強会とかだったらね、毎回手開くんで分かるんですけど、はい、うん、さあ今年のプロの連チャンです。裏枠シェン、さあ前原プロの敗敗が1番目だったように見えますが、でこれを連チャンを生み出したのは私のスーピンタンクの親番と間違えたエフィッチっていうのもあるんで、この親はやっぱり打点はともかく、まあ、止まられたっていう現実から考えて、はい、最新の注意を払っていきたいと思ってます、うん、はい、あ、なるほど、はい、最新の注意を払って打つと、うん、はい、まあ一曲一曲つながってるっていつもおっしゃってますからね。うん、
ていきます。ドラマチアン、ひさとプロが前原プロとかに座ってる場合のテーマって何になりますか。すいません、マイク飛ばしました。いやいや、こちらです。今シャージャーのね、大原君が仕掛けたんで、はい、まあ親を落とすのはここでも構わないなって僕は思いますね、うん、今だったら、はい、うん、まあ、さっき言われたのは親を落とすのは大事だと思うんですけど、うん、それは別に自分でなくてもいいですよね、はい、あ、それは同じ思考法ですね、うん、親落としがテーマになる中で今大和田プロが仕掛けたら、うん、仕掛けてみて大和田君に任せてもいいかな、うん、みたいな考えもある、ね、そうですね。ただ打点がね、うん、どうなんだっていう話ですよね。やっぱ動作を見ますもんね、その泣いた後の今の、はい、例えば C1 をちょっと悩んだように切ったみたいな、はい、そんなに形がどうなのかなみたいなふうには多分見えるんじゃないですかね。そうですね、普通考えますよね、それは、動作って結構傷を生みやすくて、ええ、ね、ノータイムで切ってる分には絶対なんだか分かんないことが多いですけど、はい、迷ってたりするとね、なんか手があちこち行ったりとか、はいはいはい、ね、しかもこれ一個仕掛け入れた後だとこう何かがこれはないこれはないっていう、うん、そうですね、ことを消去されてしまう可能性もありますね。仕掛けた時は本当そういうのはケアしながらやってます。僕自分が仕掛けた時も例えばイーシャンテンの時にね、はい、悟られないようにやんなきゃなとかね、うん、そういうのはありますよね。それが理由で打敗が早くお早くしてるって、そうですね、ありますあります。絶対違うと思いますもんね、うん、分かんないですよね、確かに伊沢さんとやってるとね、うん、何がいつ展開してるのかな、どこでどうなってるのか分かりにくいのか、ね、うん、相手から読まれなきゃそれに越したことないですからね、うん。さあ今局前原プロは統一手に行って、若干受け気味にという感じでしょうか、うん、クタンクタンです。クタンクタン、 クタン、今局は大事に打つと繊細に打つという話でした、うん。どうでしょうか、今気になる方とかいらっしゃいますか。いや、それはシャーチャーでしょう、うん、どのように映ってますでしょうか。あのリャンピンポンの反応の速さはすごかったけど、うん、まあ、さっぱり分かりません。転敗してそうだなとかっていうのはありますか。いや、あんまりそのあたりは、うん、それともう一つやっぱ親ですよね、うん、ここで星野プロからのリーチとなります。じゃあこれはまた変則と絵に描いてる。でもね、なんか全然怖いだもんね。どのようなことが想像されますか。場に2枚切れてますよね、うん、な3枚で、まあ、例えば佐々木さんの絵あったら必ず地獄の自敗を残してるチート率があるわけじゃないですか、はい、
チートイツ本線ってことですか。2000は2600。さあここは大和田プロの上がりとなりました、うん、コシのプロの何の2枚切れのなんか最終手出しということも踏まえるとチートイツの可能性もあるんじゃないかと。可能性としてはあると思いますよ、うん、はい。どうですか、手見ますか。大丈夫ですか。あ、見せてくれてありがたいです、ね、はい、もし気になる方いらっしゃれば手で相手してあげて、お願いします。チートイツでしたね。誇らしげな気持ちがやっぱ腹立たしいですね。でも、ま、ただこれはまるっきりだよね、ご自身の手がということですか。いや違う違う、パワーで受けんな。これパワーやめてるのがいいと思いますよ。あ、コシのプロですか。うん、うん、だ要するに、パワーっていうのは完全に不自然な牌だから、不自然な牌っていうのは手に残るんですよ。あの不自然な牌ってのはよっぽど結局もう行こうって決めたら何でも行っちゃうわけだけど、はい、迷ってる時はもう行かないですよ、うんうん、不自然な牌は。そうですね、受ける側がってことですよね、うん、そうです、はい、だからこれがと、まあ、まあ僕は受け駒にはまずこれ困ることはないと思いますけどね、うんうん、まあ親ですよね、足止めの意味もあったでしょうね。ああなるほど、うん、うん、特にシャーチャーが仕掛けてるからやめてほしいとかね、うん、はい、という曲でした。それでは次の曲いってみたいと思います。